皆さんごきげんようラバルルでございます。いやー、本日もバスシミュレーター21をやっていきたいと思うんですけども、まあ、本日はね、前回言ったあのバス停のレベルアップ、こちらの若干の裏技、こちらの方をね、紹介していきたいと思います。まあ、裏技といっても、まあ、最速のレベル上げっていう感じなんですけどもね、こちらの方やっていきたいと思います。では、早速 まあ今ちょうどね、ゴールドアイランド前のミッションをクリアしてそのままね、バス停いるんですけども、じゃあこちらの、えーっと、バスでね、よいしょ。レベル6ですけども、じゃあこちらレベル7にしてみましょうか。で、こちらの方ね、ちょっと例にやっていきたいと思うんですけども、まずルート作成します。こちらの方選んで。まあ一番最初、レベル上げたいところを一番。 まあ、一番バスでですね、こちらにして、まあ、四つなんですけども、こちらの方を、まあ、適当に選びますね。で、これでルートを適用します。変更適用します。で、これはまあ、承認ですね。で、バスルー、割り当てはしない。はい。で、これで制作できました。で、こちら選んでいきます。今作ったの、これ4番ね。こちらで。で、今すぐ出発を押します。で、 このバスなんですけどもあのー、今、私ちょうどメルセデス・ベンツこちら2つあるんですけども同じ種類のバス2つ作っておくと楽ですでルートさんこちらの方使いますで構わずですねこちらバスでルート運行を始めるこちら押しますはいでそうするとこちらバスの方に乗りますねでこちら乗ってる状態でまあ四角ボタンを押すとこれがもう1個バスで止まったことになります 上にこれトリガー2つ出ましたねでこれで1回目終了でまたちょっとねこれバス停からずらしますこのカーソルをねで三角ボタンルートを選択してまた4番選びますで今すぐ出発をもう1回押すとバスを選べるんですねで前回選んだこのルート3のメルセデス・ベンツじゃなくて下の方下のあの部分を選ぶとまたこちらにファストトラベルしてきますね で、こちらでまたドアを開けますで、そうするとまた止まったことになるんですよでこれで今2回止まったことになります、はい、で、3回止まるとあのー、レベルアップするんでで、これでもう1回選ぶとで、これさっきこちら側選んだんで、はい、こっちの上の方を選びますね商人構わずはいでこちらまた止まったことになりましたねでこれでちょっと見てみます あ、ロックだもう1回かレベル7ってちょっとやったことないんでちょっともう1回やりますねじゃあもう1回しゃ車で開けるはーいトリが出るんでトリが出たら開いたことになりますねはいレベル7になりましたねこちらえっ、ー、とあ選べないかこちらの方ですねバス停のレベルえー、と左下の方ですね 5今5レベルなんですけど7になりまねさっき6だったのがでこれを繰り返していくとあのバス停のレベルがかなり早く上がるという攻略でございますでまあ,あの最終クエストを前回放送しました最終クエストのまあ、後半あたりねまあ最初からやっていてもいいと思うんですけどもまあこの技をね最初からやるとちょっとあのバスシュミレーターの醍醐味がなくなってしまうんでまあある程度ねちょっとどうしてもできないと。 いう方とかねこちらの方、まあ、参考にしていただいてあの、クリアしていただければなと思いますはいじゃあということでちょっと出ようかな終 <laughs> わったぞお疲れちゃんはいでは皆さん次はねあの隠しコンテンツコレクションアイテムの方のご紹介をしていきたいと思いますので是非皆さんね 楽ししみにてておいいくださいはいでは皆さんまた次のバスシュミュレーター21でお会いいたしましょうじゃあみんな愛してるぜタイタイ